名倉さん、武井さんへのリスペクトが最近止まりません。どうした？武井さんの腹筋1万6000回の話が面白すぎます。やろうと思ったきっかけとかあったら教えてほしいです。いや、まあシンプルにアリゾナからオレゴンまで車で移動しなきゃいけないって言われたんで、はい、車持ってきてくれって頼まれて、バイトでアリゾナに取りに行って、帰りを車で帰ってこなきゃいけなかったから、まあもったいねえなと思って、2600キロか700キロぐらいあったんですよ、なんか調べたら。そしたら、まあさ、時速100キロでずっと高速走っても27時間かかるわけじゃん。ね。だから、まあ、アメリカだからもうちょっとスピード出せる道もあるけど、結構スピード制限も高速でもあったりするから、だから、なんだろうな。でも計算したら大体24時間ぐらいで着くなと思ったの、ぶっ通して運転して。そしたら24時間あるんだから、じゃあ1日24時間でなんかチャレンジしようと思って、じゃあ車の中でハンドルの足引っ掛けて、シート倒して腹筋しながら直線運転していこうって決めて、で腹筋100回を何セットできるかっていうチャレンジしたら、160セットやったところでオレゴンに着いたっていう。はい。で、その次の日から本当2日半ぐらい寝たきりになったっていう、はい。体の前面の筋肉がすべてちぎれて、はい、炎症を起こして本当に全く動かなくなっちゃって、起き上がれなくなって、はい、ベッドから一切動けなくなったっていうね、苦い思い出ですよ。恐ろしいですよ。